842%。原子から8倍になってるってことですか。アンドでもトップで 524%、というか高いパフォーマンスを出してくれてますね。皆さんこんにちは、 CXR 投資チャンネルへようこそ。ゆかてぃんです。小山です。今日のテーマは AI で FX 取引を行うマイメイトを使ってみたでお届けします。まあ、今回のテーマは AI ということで、はい、昔ゴールドマンサックスとかの、うん、あの外銀は、うん、なんと最盛期に、まあ、2000年代とかね、うん、あのトレーダーが600人いたらしいんですけど、特にニューヨークの本社の株式トレーダーだけで600人いたらしいんですよ。はい、はい、それが今ではわずか2名になってるらしいです、うん、一気に減りましたね。でそのいなくなったトレーダーは自動化のプログラムに置き換わって、はい、その代わりにプログラマーが200人だったらしいですね。まあ、我々 FX 業界でも、まあ、自動売買はかなり昔から使われております、うん、そして個人でも利用できるんですけれども、はい、自動売買でも相場が合えば、まあ、かなり大きな利益を、期待することができています、うんうん、はい、まあ、逆にトレンドが変われば利益が出なくなるとかあるんですけれども、はい、そこで今回登場するのが AI ですね。はい、相場に合わせて運用方法を自動で考えて学習して進化する人工知能が役に立つですね。はい、はい、AI を使った運用が可能だというインバスト証券の FX サービスマイメイトを使ったら一体どうなるのかと。これ我々使えるんですか。使えます。実際に会社の資金でしてみますので、はい、毎月更新します。どうなるのか乞うご期待ください。はい、エージェントと言われる AI が運用してるんですけれども、はい、すごい簡単に利用することができるらしいです。エージェントを探して、選択して取引を任せる、うん、でたまにエージェントを入れ替える、これだけで利用できるそうです。このエージェントっていうのがいわゆる AI ってやつですか。そうですね。うん、いろんなタイプの、まあ、エージェントがいるので、それを選ぶんですね。自分で。そうです。僕らがやるのは本当に選ぶだけっていうことですね。であとはその AI が取引をやって、まあ、いろいろ学習してトレードしてくれるっていうことですね、はい、そうです、うん、まあ、実際こう AI を作ったり、こう AI の学習機能に作用するアクションを僕らが取ることもできます、うん、はい、でこれが本当にインバスト証券さんだけにしかないサービスということで、はい、収録してる2023年10月時点で4万口座突破してるらしいです。はい、はい、4万って結構ですよね。そうですね、なかなかですね、エージェントも 43,336体、うん、これだけの AI トレードエージェントがいると。あ、 AI って決まってるわけじゃなくて、はい、取引している数分それぞれの学習があるからこれだけたくさんいるっていうことなんですか。そうです、そうです。どんどん増えているみたいですね。増えていて学習も進んで、まあ、どんどん進化していると、はい、AI を、まあ、インバストさんは日本で初めて提供されてるってことなんですけど、はい、やっぱ証券会社さんが出してるんで、はい、本当に勝てるのかなっていうところが。なるほど、まあ、あの無難な結果を出してるんじゃないかって、はい、疑っております。そんな感じはしますよね。はいはい、そして実際パフォーマンスも表示してくれてます、うん、お年間エージェントランキングトップに収録の、10月10日時点ですね、うん、1位から10位まで出してるんですけど、うん、842% とか、まあ、ボラティリティの高いポンド円の AI エージェントなんですけれども 800% 出ております。原資から8倍になってるってことですか。まあ、そういうことですね。これ下手したら人より上手い。人より上手いですね。全然あの僕負けてますよ。もう 800% トップ10でこ全部800台ですよね。そうですね、ちょっとあの4万台いる中のこれなので。そうですよね、はい、もちろんあのマイナスのパフォーマンスもあるし、うん、100% とか 50% のもある中で、うん、まあ、マックスどれぐらいいけてるのかっていうと、うん、これぐらい。あ、じゃあ極めたらここに行けるかもしれないってことですね。そういうことですね。で下にファンドランキングっていうのがあるんですね、はい、ファンドっていうのは AI エンジェントをいくつか集めて、まあ、投資信託みたいな、おこのファンドランキングも出してくれています、はいはい、エージェントより安定しているんですけれども、ファンドでもトップで 524%、なんか高いパフォーマンスを出してくれてますね、うん、どうですか、使う気になりましたか。いや気になりますけど、はい、お金かかるじゃないですか。
なんですけれども、これ実際見ると、はい、組入れ金額5万円とか3万円とか書かれてるじゃないですか、はい、結構少額からできるんです。そうなんですね、はい、なんか自動売買ってある程度まとまったお金じゃないと始めれないっていう印象があったんですけど。そうですね、案外これはそうでもないんですね。はい、これなんて1万円からでも本当ですねっていうことですね。へ、はい、ちなみにあのファンドとエージェントの2つの運用方法があるんですけど、はい、ファンドの方がより少額からできるらしいです。あ、まあ、先通貨から、ね、はい、取引できるようになってるみたいですね、はい、そこで、CXR でも運用資金を確保しまして、はい、まあ、どれぐらいでやった方がいいのかあの担当者の方に聞きました、うんうん、そうすると、まあ、30万くらいで十分ですよということですね、うん、ただ期間はあった方がいいので、うん、まず3ヶ月以上運用することを目標とします、はいはい、そしてやっぱり、まあ、安定した方がいいのでまずは安定を目指してファンド機能で、うん、安定運用を目指したいと思います、はい、そしてファンドもね、あの組み入れてる通貨の数がより多い方が安定するらしいので、うん、まあでもそれはそうですよね。スポンド一択でいくとやっぱりこうボラティリティもあるので、うん、マイナスになるかもしれない、うんうん、なので、まあ、3つから5つの通貨を組み合わせたパフォーマンスの安定しているファンドを選びたいと思います、うんうん、そして、個人的に気にしているポイント、ドローダウンですね、はい、一番の利益のところからマイナスのところまでどれぐらい高低差があるかというところで、うん、まあ、勝率とかパフォーマンスよりもこうやっぱ天井からそこまでの差が大きいと辛いので、うんうん、ちょっとドローダウンを抑えたファンドを選ぼうかなと思ってます、はいはい、それではマイメイトのエージェントについてご紹介します。マイメイトではエージェントと呼ばれる AI が取引を担当していると、先ほどご紹介しました。この一つ一つに AI のアルゴリズムが活用されています、うん、一般的に AI と聞くと、まあ、ちょっと小難しいかなという印象を受ける人もいるかもしれません、うん、ただマイメイトは AI に親しみを持ってもらえるようにちょっと可愛らしいキャラクターに、はい、なっています、うんうん、はい、でエージェントの設定通りに、自動で抽出するファンド機能もありまして、うん、こちらは投資信託のようなイメージでエージェント単体の運用よりもパフォーマンスが安定する傾向にあります、うん、ちなみにエージェントの AI はですね、うん、なんと Google が2016年に発表した A3C っていう、はい、という最先端の強化学習を応用しているらしいです。各エージェントたちは次のような取引行動と判断をします。一つ目が、一つにつき取引する通貨ペアは一種類、エージェントが保有するポジションは一つ、エージェントが出す売買サインは1日最大12回、月に1回学習し最適なポジション管理を目指します。そしてですね、トレードすべきではないという判断を下せば取引はしない。ああ、そういう判断もあるんですね、うん、世にあるトレーディング AI と呼ばれるものは一定の期間後の正確な価格予測に挑戦していることが非常に多いらしいんですけれども、うん、ただマイメイトのエージェントっていうのは答えを見出すのが難しい将来の価格を予測するのではなくって、うん、今どのようなポジションを持つべきなのかに焦点を当てているっていうものらしいです。面白いですね、うん、円が上がるとか下がるとかじゃなくて、はい、今買い持つならユーロ円、うん、ユーロドルとか、うん、そうですね、うん、新しい視点ですね、うんうん、はい、で簡単に概要を説明しますと、はい、まず FX なので証拠金の25倍まで取引可能ですと、はいはい、で AI のその投資助言報酬みたいなのがかかるらしいんですけど、はい、まあ、1000通貨あたりわずか1円です。一応税込みたった1円なんですね。たった1円しかもスプレッド込み。え、そうなんですか、はい、へえ。僕のあくまでイメージですけど、はい、すごい格安に AI トレードを利用できる、はい、なるほど。あ、スプレッドってだから、はい、どの通貨ペアでも1円ってことですもんね。そうですね、で最初取引単位1000通貨からできて、うん、最初取引数量5000通貨からになっていますと、うんうん、エージェントの場合は30万円程度から始めることがおすすめとされています、うん、まあ、5000通貨ですもんね。そうですね、最低が、うん、で分散投資のために複数のエージェントを同時に稼働させるファンド機能であれば、うん、その限りではなくて、うん、まあ、先ほどでも出てましたけど3万円とか2万円とかの少額から開始することができます、うん、なので、まあ、まず試してみたいっていう方はファンド機能を使われるのがいいのかな。ああ、まあ、少額から始めれます。そうですね、うんうん、でエージェントの場合もやっぱ30万円目処なんですけど、うん、それだとまあちょっと損が重なるとギリギリになるかもしれないので、はい、少し余裕を持って運用するといいのかなと言われています、うんうん、そして、マイメイトの
運用ではですね、やっぱ安定してることを目的にしてることが多いらしくて、うん、資金を増やしてエージェントの稼働数を多くすれば多くするほど運用の資産曲線はもうよりなだらかになる傾向があるらしいです。まあ、つまりファンド機能ですね。あ、じゃあリバードも、エージェント単体よりかは抑えられるけれども、その分リスクも抑えられるってことですね。そういうことですね。まあ、逆に先ほどでランキングで出てきたように、はい、ポンド円がもうばっかりだったじゃないですか。はい、確かに。もう少ない資金でもう、でもエージェントの数を絞れば絞るほどリスクも大きいけどリターンも大きくなる、うん、それでも 500% ですからね。そうですね。まあ、500% 引ければっていうところです。はい。はい、でもやっぱ一体でいくと短期的に損益が下振れた時に運用を続けられなくというリスクも考えられます。まずはこのマイメイトを使うにはインバスト証券の口座を持っていないといけないので、はい、インバスト証券の口座開設をしていただきます。そして2番目にインバスト証券のマイページにログインしていただきます。でその中にですね、マイメイトのログイン画面、トライアウトとかクイック365があるので、はい、そこからマイメイトを選んでもらってログインすると。あ、そうですね。はい、そしてマイメイトにログインした後にニックネームを登録すれば、あとは入金してエージェントもしくはファンドを選んで取引が開始できるという流れになっています。もう超簡単ですね。はい、はい、では今回この企画で運用するファンド機能ですね、ご紹介します。うん、ファンド機能はエージェント選び入れ替えの方針を決めたら、うん、設定通りに自動で運用することができるとても便利な機能です。またファンド機能に限ってエージェントは最低取引数量1000通貨で稼働させることができます。うん、またあのファンド機能を作ることもできるんですけれど、はい、他のユーザーが作ったファンドを元に運用することも可能です。あ、じゃあ成績のいいファンドを真似することができるってことですね。もう成績のいい投資信託を選ぶようにファンドを選んで運用を開始することもできます。はい、はい、では今回我々が運用するファンドを早速選んでいきましょう。はい、これログインしてる画面でファンドを押します。うん、はい、成績を見るってことですね。はい、この中から成績一覧ですね、今過去1年、スクリーニングしているんですけれども、ここで、成績順とか勝率順とか人気順とか、いろいろ選んで好調なファンドを選ぶことができます。うーん、はい、ポイントとしてはやっぱ3通貨から5通貨ぐらい選択しているエージェントを選択しているファンドを選んだ方がいいということで、うん、まず通貨の数と、そうですね、効率が良いっていうマークを探していきますか。うんうん、もう一回成績順見てください。はい、あの成績良いって出てるな。そうですね、この中だとやっぱ通貨が尖ってるのはもう限定されてるのでこの辺りは選べないですね。その円グラフのこの色って1個の通貨の占める割合です。割合です。ああ、じゃあそこのバランスがいいところがいいってことですね。そうです、これは3つあって、パフォーマンスも良くて効率が良い、うん、ただ稼働してるユーザーは5人しかいないですね。お、うん、最大ドローダウン 71%。 最大ドローダウンはどれぐらいがいいんですか。一概に言えないですけど 71% って結構落ちてますよね。うん、50ぐらい、うん、30、そうですね、30、40には抑えたいですよね。お、最大利益から 50% 減るっていうのは辛いですよね。じゃあ最大ドローダウンから決めたんじゃないですか。そうですね、最大ドローダウンをあれ 30% とか、あ、40にしましょう。あ、40、ね、もうフィルターをかけましょう。うん、うーん、まあ安定を求めるんで3ぐらいにしましょう。まあ勝率を落としてもいいですよね。うんうん、お、なんか良さそうなのが、もう超バランスいい。どうだ、最大ドローダウンマイナス43。まあまあまだ、まあまあまあ、お、すごい、ひし形ですね。稼働はどうだ、カナダ、ポンド、クロス円だ、全部ユーロ円、うん、ユーロ円もありますね。あ、バランスいいですね。うーん、うんうんうん、あ、結構いい感じじゃないですか、過去の取引履歴を見ても。おー、ね、うん、で決済条件が3年間4種類選んで17万円ぐらい。あ、ファンド一個一個に条件があるんですね。そうですね、使う条件これにしますか。ではこれにしますか。うん、じゃあしまう。はい、ではこの虎視眈々と利益を狙うのファンドで
我々の資金運用を始めたいと思います。いいですね、なんかビジョンが一致してますね。取引のバランスもいいですね。まあ、こんな感じでファンドを選んでいくってことですね。はい、まあ、今見たファンドっていうのはすでに誰かが作ったファンドを選んだかと思うんですけど、はいはい、これ自分で作るってことはしないんですか？そうですね、もちろんファンド作成できるんですけど、うん、聞いた話によるとなかなかこのファンドを組成するのが中上級者向けらしくて、うん、初めてマイメイトを利用する方はもうすでにあるファンドでパフォーマンスがいいものを選んだ方が良いらしい。このマイメイトを運用しているとマイメイトポイント、略して MM ポイントっていうのがたまります、はい、でこのマイメイトポイントですけれども、まあ、ログインしたりトレードしたり、うん、マイメイトを育成したりすると、うん、少しずつたまります。エージェントを育成すると。そうですね、うん、そしてそのマイメイトポイントの使い道なんですけれども、はい、まあ、主にはエージェントを作成したり育成したりすることで利用できます、うんうん、ただまあそれらをしないっていう人はマークアップゼロモードと言いまして、3ヶ月のスプレッドが狭くなって、うん、まあ、通常よりも有利な価格で取引することができる、まあ、取引コストが抑えられるっていうことですかね、うん、そういうな使い道があります、うん、まあ、貯めておくぐらいだったら使った方がいいってことですね。そうですね、うん、はい、マイメイトで運用を始めて4日目になりました。はい、今どういうポジションを取っているのか、資金がどうなっているのか、うん、早速見ていきましょう。はい、ダッシュボードの管理運用というところが運用管理の画面ですね。現在金額からいくと30万489円、30万500円ぐらいですね、うんうん、ちょっとだけ増えております。おお、500円増えた。500円増えた、大体まあほぼほぼトントンっていうところですけどね、うん、含み益ですよね。益ではあります。付加益ですよね。はい、うんうん、はい、過去2回の取引見ていくと、最初にポンド円を売りました。これが割と、アゲンストされたんですけど、最終的にはマイナス30ピップで、ポジ決済されています。で次にまたポンドドルを買って、これは56ピップぐらい、プラスになっているというところで、まあ、リスクリワードも合ってるので、うんうん、今のところ期待できそうな感じに見えます、うんうん、で今持っているポジションがポンドドルの売り立て、前回この虎視眈々と利益を狙うというファンドですね、はい、を選びました、うんうん、ただこれ17万円分になるのでもうちょっと運用してもいいかなと思って、うんうん、僕一つ追加しました。はい、はい、未来型通貨ペア買い。かっこいい、なんかかっこいい感じです。これ無通貨選んでるんですよ、はい、で成績もかなり安定しててよかったのでこれを選びました。はい、はい、過去1年間で、こう回を追うごとにだんだんとこうパフォーマンスも安定してて、最大ドローダウン 11% しかないんですよ。へえ、かなり安定しています。勝率も 51% あって収益率も 71%、うん、まあ、まあ、割と硬い。そうですね、そうな感じですね。はい、通貨ペアは何で構成されてるんですか？はい、カナダ円、ポンドドル、ドル円、ドルスイス、ユーロポンド。へえ、うん、ポンドルは割とボラティリティが高いんですけど、カナダ円とかユーロポンドとか割と値動きが安定している通貨選んでいるところも、まあ、収益が安定する理由なのかなって感じしますね、うんうん、はい、戻って、はい、そして現在持っているポジションを見ていくと、現在未来型通貨5通貨ペア買いがポジションを持っています。ポンドドルを売ってて今35ピップぐらいプラスになっているというところですね、うんうんうん、まだ全体でもですね、はい、全体でも取引がまだ2回しかやってなくて、まあ、まだまだどうなのかわからないという状況ではあります、うん、はい、ただまあ今のところちょっとはプラスになっているというところで、1ヶ月後マイメイトのこの資産運用がどうなっているのか更新しますので、楽しみにお待ちいただければと思います。